墓場、あそこで光ってみるのはユウクの世界に通じてるワープゲートですね。ここからまあアミダテリオンのところまで飛んでいけるか。ここは幽霊がいる。リルティのおばあさんが透けている。怖すぎる。幽霊が見えてしまった。こういう墓場ってなんか隠せられたりしてそうですけどね。資産家の墓、これはいかにも隠されているんじゃないの。資産家のね、遺産が掘り出せた。結構入ってそうやけど、どんぐらいあるやろ。素材が1個。デスマスク。初めてのデスマスク。呪われそうだよな。いやー、怖いもん見つけてしまったわ。他の墓はどうやろ。なんか調べて引っ張り出せたりしませんかね。空っぽの墓がある。こっちにも宝箱が。ベルのへそくり。こんなところに隠してたの、あの子。あ、でもすげえ。いっぱい溜め込んでる。まあちょっと、助けてやったからな、前に。お礼代わりに受け取っておきましょう。よし。クラバットのお年寄りも、お墓参り中なんですね。普通に幽霊見えてますからね。この人たちにも、なんていうか、あっち側に助けてるお化けとか、見えているんやろうか。墓場でできることっていうのは今のところこれぐらいなのかな。もうちょっとストーリーが進めば変わったものもね、確か見れたはずなんですけど、まあいいや。じゃあ今はこれぐらいにして。ん？墓の上にまた別の幽霊がいるように見えたんだけど、おじいさん見えませんか。いますよ、墓の上に。あ、下を向いていて気づいていないのね。この先は崖へと続く裏門。ここでまた黒チョコボに乗って飛び降りれば、あの、アミダテリオンを追っかけるミニゲームに再挑戦できるみたいなんですけど。資産家の亡霊が、山を見つめている。すいませんね、あの、デスマスクもらっちゃったんで。投げ落としちゃった。大丈夫？生きてるかな？ちょっと資産家の亡霊さんが気になるんで追っかけましょうか。飛び降りたらね、こういう、なんていうか、これまでゲレンデのお誘いのね、手紙とか届いてましたけど、こういうミニゲームが唐突に始まるんですね。雪だるまをできるだけ倒してスコアを稼げば勲章がもらえるようになってますんで、もうちょっと頑張ってハイスコアを狙いたいんですけど、なかなか雪だるまにヒットしない。父さんの木にはぶつからないようにしないと、さっきみたいに視界がね、ものすごく遮られたりしますので、できるだけ雪だるまを取っていきたい。避けちゃった。はい、でかい雪だるまはぶつかりやすいんですけどね。よしよし、もう一回やり直すっていうこともできるけど、いや、ちょっとこのまま滑れるところまで滑っていこう。よいしょ。シュプール描いてモミジの駅まで帰ってこれましたね。あれ、ここにいる子供はレオ。チャイムとなんていうか組んでいた小さな王様のレオじゃないか。本当、あの小さな王様と約束の国、もう一回遊べるようになりませんかね。ん、魔物。前通った時はそう、ここにゴブリン侍がいたんですけど、今度は別の魔物が湧いてるのか。ってことはこれ裏パターンですね。いる魔物っていうと、まあトンベリとプリンぐらいですから、まあちょっとトンベリを持ち上げて包丁でプリンやっつけてしまえば、ここはすぐに終わるかな。火薬の詰まった樽とかありますんで、こういうの投げまくればすぐに終わりそうですね。プリンはまあ適当に投げてしまえばいいや。技物。技物。すごい刀をこれ、トンベリが持ってたってことなんですかね。トンベリの包丁でプリンをぶっ刺す。で、あとはこのトンベリやっつけて、コプリンを片付ければ、平定できるかな。よいしょ。プリズムとか、
いい素材がまたいろいろゲットできました。よかったね。決勝出てきたってことは、あ、やっぱり裏パターンか。レオいなくなっちゃいましたね。魔物にビビって逃げてしまったか。Wii で遊べた他のクリスタルクロニクルがね、あの小さな王様っていうのと、もう一つタワーディフェンスのやつがあったんですけど、今もうダウンロードして遊ぶっていうことができなくなっちゃってるので、なんかの形でねリメイクされないかな、スマホ版になるとか。またちょっとねやれるようになってクリスタルクロニクルシリーズが盛り上がってくれるといいんですけど。庭はどうよ。夏の庭コンテスト開催中。秋春ときて次は夏か。やってみますか。とりあえずそうね、真ん中に竹を添えて、じゃあ左右にマリモがないので丸ゴケ、これで、これが俺の夏の庭や。ご立派、素晴らしいクポ。これこそまさに夏の庭の完成形クポ。褒められたぞ。これが夏の庭だぞ。素晴らしい。というわけで勲章結構集まってきたね。いっぺんここでじゃあちょっとセーブしましょうかね。よし、じゃあいきますかね。収穫の平原っていうのは駅からこっち側に進んだところにあるわけですけれども、鉄巨人が出るとかいう収穫の平原ですね。この先で大丈夫だよな。場面が変わって、もう早速魔物が出ているっぽい。広々としたところですけど、でかいのがあそこに横たわってるわけですよね。まずはちょっと近寄ってみましょうか。こいつは神戸かぶり、コロコロ虫みたいな特性のモンスターですかね。もう一匹神戸かぶりとぶつけてやれば合体して丸くもなるんですけど。歯車回してみますか。よいしょ。鉄道巨人大地に立つ。歯車を回すとこうやってエネルギーが供給されるんですね。さすがにこれにぶった切られると怖いな。歯車をちょっと逆に回してみましょうか。いかにかバイザーダウンできた。普通に鉄巨人本体を掴んで上に引っ張ると、あの顔のバイザーを下げることができるみたいなんですよね。もうちょっと歯車回してね、充電させた上でもう一回ちょっと歯車回させてくんねえかな。今なら後ろに回り込めるか。歯車を上に回せばバックオーライ。どういう体の構造してるんでしょうねこいつは。ここには魔石炭がある。あう、防御力上げたとはいえそれでもまともに食らうとライフ5つ持ってかれますからね。胸のエンジンに火を灯せ。魔石炭投げつけるとああやって充電されちゃうんですね。このままちょっとあの充電できるだけさせてみましょうか。まだまだ魔石炭いっぱいありますし、ぶつければ多少ダメージは入るんで。第一焦がす巨人、目からビームまで放つ恐ろしい敵ですよね。ただビーム放つと、動力切れになってまた倒れちゃうらしいので、もう一回ちょっと歯車回して充電させてやりましょうか。魔石炭もあるぞ。まあ、さっきああやって目からビームを放ってきたわけですけど、もう一回ちょっと顔に飛びかかってバイザーを下げてやりましょうか。バイザーが下がった状態で目からビームを打たせると面白いことになりますんでね。今ならどうよ、フル充電できてますかね。頭の横の歯車がすごい輝いてるときはね、ビーム打てるぐらいのエネルギーが溜まってる状態のはずですので。自爆した。打てるものなら打ってみろ。今ので結構ダメージ入るみたいなんですよね。これを利用すれば短時間で倒すこともできる。寝転がってる時は無防備なんですけど、こっちからのダメージが一切入らんので、あ、倒すんだったら一度起こす必要はあるみたいですね。鉄巨人やっつけたのに全然なんか珍しい素材とか落としてくれんかった。あ、パスはしょうがない。ちょっとクワールとかを倒しましょうか。カプセルトイとか落としてくれるんですかね。カプセルトイは
神戸かぶりの落とし物かな。こいつはいいや。クアールにうまいことブラスター当てれば簡単に倒せそうなんですけど。遠いか。鉄棒巨人の相手をしたら時間これなくなっちゃいそうですね。正気ストリーム閉じちゃうか。もうちょっと時間が欲しかったんやけどな。まあ、しゃあない。ひとまずまあ平和に戻りました。魔物がいないと本当なんていうか、のどかなね、牧草地って感じがしますけど。干し草をかけて牛さんが走り回っとる。楽しそうだな、この子たち。干し草欲しいの？持ち上げようとしたら、砕けちゃった。列車が来る！やばい！列車にはねられると、こうなりますね。なぜ生きている？まあ、禁じられた遊びっていう勲章がね、今のでもらえますので、絶対真似しちゃいけないぞ。まあ、この動画見てる皆さんは、リアルでやったら間違いなく死にますからね。牛さんがまた牛乳ビームを放ってくる。ここにもやべえカカシ置かれてるんですね。カカシが牛を攻撃して、転んだ牛が牛乳ビームを乱射するっていう、ひどい連鎖が起こってる。牧場のオーナーさんも大変でしょうね、おじさん。あれ、あんた A3 回、牛のことで来てくれたんでしょう。これはまさか。牛が空に消えちまうんだけど、誰も信じてくれないんですよ。前にもあったよな。レト高原の羊が、そう、まさにこんな感じで、連れて行かれそうになってるんですけど。あれですよ、あれ。おい、わしらの牛を返せ。今度は牛さんを助けて回らないといけないんですけど。レト高原と違って、まあ、牛がね、びっくりした牛が牛乳ビームを乱射しますし、畑にはねレーサーを放ってくるやべえカカシまで刺さってるしで、救助活動が全然できない。とりあえず目についた牛さんとかは助けてあげないと連れて帰っちゃいますからね。4投目、次は音が近いと、まあどの辺から、ね、引っ張られてるのかなんか分かるんですけど。やめろ、仲間助けようとしてんだから。はい、これで5投目。あとは違うか、線路のとことかな。助けてる途中に列車が突っ込んできたりしたら大変だぞ俺。今度は遠くか、遠すぎてちょっと移動が大変だな。その辺にチョコボもいますから、チョコボに乗って移動すれば遠距離の移動も多少は楽になるんでしょうけどね。それでも牛を引きずり下ろすのには能力使わないといけませんから、乗り降りの手間っていうのはどうしても発生しちゃいますからね。8本目、さらに置くか。ちょっとチョコボを借りたい。チョコボ貸してもらえねえかな。はい、大ジャンプしとくけど。あ、危ねえ危ねえ。今度は音が近い、すぐ近くか。同じ場所やった。今度は左の方から聞こえる、こっちか。近いところで次のが発生してくれるとやりやすくていいんですけどね。今度はどこだ？トンネルの方か。遠いよ。はい。ローリング連打しないと、早く走れない。列車も来とる。大丈夫？パーフェクト。めっちゃお金が降ってきた。やったぜ。12頭救い出しましたね。空飛ぶ乳牛。金、うん、金は全部俺のもんだ。俺が全部助けたんやからな。報酬は全部俺がいただいていく。こんだけあれば高いアクセとかも買えるんじゃないか。8564ギル。結構稼げましたね。やったやん。というわけでまあ、乳牛の救出活動も終わったわけですけど、もう一回ちょっとここで魔物が出てくるのを待って、ここを閉廷できるかどうかっていうのはちょっと頑張ってみましょうか。閉廷できればまたね、見るのは決勝もらえますんで、ちょっとまあ、散策して時間潰しましょうかね。さあ、また魔物が出てくるみたいですね。クワールとか神戸かぶりはまあ倒しやすい方だからいいんですけど、鉄道巨人をどれだけ短い時間で倒せるかにかかってきそうですからね。レーダーとかちゃんと見てね、雑魚的な位置を把握しながら急いで数を減らさないといけない。ちょっと攻撃力あればね、少ない回数で敵は処理できそうなんですけど、
R は投げても、ね、受け身取ってダメージが入りづらいので、アルタとかをぶつけてやるのが手っ取り早いんですかね。モンスター同士をぶつけるとか、それじゃこれでまず1体が倒した。発掘トレジャーとかもゲットできましたね。よっしゃ、鉄巨人起きろ。起こした鉄巨人にまずはちょっと軽く何発かダメージを与える。まあ、石炭でぶつけておきましょうね。あとはバイザー下げといて、はい、おかわりもあるぞ。まあ、石炭を食らえ。これでフル充電できた。あとは自爆するのを待つだけですね。はい、バイザー下げといて、はい、ビーム打ってこい。ビーム打ってきな。打ってこない。ダッシュしてきた。体当たり食らうとまたすごいダメージ受けるね。お、バカめ、自爆しようった。レーザー撃つとでもまた倒れちゃうから、これを起こさないといけないですね。はい、起きろ。あと体力こいつどれぐらいだろう。マルタをもう一発ぐらい当ててやれれば倒せるかな。武器になるのが、あったあった、マルタは持ったか。届いてね。これまたちょっと時間切れになるかもしれんな。急がんと。くらいあれ。これでまず1体鉄巨人倒しましたね。相変わらず落とすものがしょぼすぎる。珍しいもん落としてくださいよ、鉄巨人なんだから。倒す苦労に見合った素材が欲しい。手かぶりをちょっと倒しとこうね。石炭を食らっとけ。う、体力がすごい減ってくなこれ。まあ、石炭をぶつける。ガイザーダウンしとかんといけんね。自爆を誘いたいので。よいしょ、またバイザー開いてる。はい、撃ってこい、レーザー撃ってこい。よしで倒れますので、もう一回起こさんといかん。よぎろ。あとはもう適当に周りのコンテナとかぶつけまくれば倒せますかね。はい、あ、なるぜ。なかなか倒れんね。これは油の缶。これまた時間切れになるか。ステイ、倒せはしたけど全滅はまだまだ、うん、時間の余裕がないと厳しいですね。釣り革を手に入れた。鉄巨人釣り革を落とすんですね。敵の全滅ってなるとやっぱもうちょっと攻撃力上げないと厳しいかもしれませんね。攻撃力まだ2段階なんで、これがまあ 3,4 段階とかになればもうちょっと早く、ね、一掃できるのかもしれませんけど、しょうがない。もうちょっとなんか装備品新調してから、ここはリベンジするようにしましょうかね。で、こっち側の道は、川、旧レト水道につながっていたんですね。意外ななんというか、土地のつながりが見えた。旧レト水道に行ってもいいんですけどね。まあ、橋の町に行くんだったら、そこ通った方が近道にはなりそうですし。ちょっとまだ行ってない場所っていうのもありますんで、ちょっと目の前のこの坂を登ってその先までね行ってみようかなと思います。この先は通行止めとかにはなってないかな。案内板も出てる。レト高原、ここへ行けばレト高原にも出られるみたいなんですけどね。宝箱あった。お金、いっぱいお金貯めたいですね。工房でアクセ作るにしてもやっぱり多少はお金がかかりますので、この先は長期ストリームが発生していますけど、終戦記念碑の丘ですね。桜の関所から行くこともできる場所で、まあ、今の今まで行ったことはない場所なんですけど、魔物が発生している。見たことないような魔物も混じってるみたいですね。ブラッディボーン、スケルトン系なんでこいつも
やり方によっては僕の頭を返してっていう勲章がまずもらえますし、よいしょ、複数のブラッディーボーンがいるとね、以前見たガシャドクロみたいな変わったモンスターにも会えるので、そいつに会ってみたいんですけど、ちょっと難しいかな。そんなにまず敵の数がいないのかな。ちょっとシャドウビーストとか倒しやすそうなモンスターを片付けてしまいましょうか。いつらも適当に投げるだけで体力減らしていけるんで楽ですかね。なんか素材とか落としてくれないかな。落とさんかしょうがないな。あと魔物が 4,5 匹いるって感じなんですかね。シャドウビーストがちょっと走り回って狙いづらいな。バフとかぶつけまくってボムはもう早めに仕留めようかな。でも大丈夫ですかね。あとはこいつか。すごいなんかバイクが吹っ飛んでいった。よいしょ、もう一回ぐらいで倒せるかな。てい、受け身取った。獣は受け身取るの上手ですからね。あとは内側にもモンスターがいるっぽい。ブラッキーボーンもう一匹いたんですね。バイクでも食らっとけバラバラになった。すごい威力やな。あとはシャドウビースト倒せばいいのかな。こっちにもいたか。ブラッキーボーンがここ3匹いたってことは、3匹をうまいことくっつけるとまた合体した魔物っていうのも作れそうですけどね。まあいいや、それはまたここに魔物が出てきた時に試してみよう。今ちょっとここを平定させたい。片付いた？これ全部ですね。じゃあ終戦記念碑の丘は終わり、閉廷、みんな解散。体力ほんと増えましたね。で瓦礫の下敷きになってる人がいる。これちょっと助けてあげる。怪我人を全員救出せよ。全員、あと6人か。唐突にまたミニゲーム始まるな。とりあえず下敷きになってる人を助けて回ればいいらしいので、どこに人がいるのかっていうのはちょっとまだ分かりづらいですけどね。手当たり次第に瓦礫を掴んで投げるようにすれば大丈夫なのかな。ここは制限時間がないみたいなんで、じっくり探し回っても大丈夫ですかね。なんでこんな瓦礫が散らばってるからかっていうと、あのゲームの冒頭で墜落しかけたアレクシス号をベイルがここに突っ込ませたからなんですよね。ブレーキかけるとか言って、ね、石像にぶつけてましたけど、その時の瓦礫が崩れて、まあ近くにいた人も上に落ちてきたってことなんですかね。下敷きになってる人はあと1人なんですかね。どこにいるんやろ。よいしょ、この辺のはもう片付けたと思うんですけど、あと1人どこにいるんだ。あ、すぐ後ろやった。人命救助の勲章がもらえましたね。とりあえずまあ助け出せたんなら良かったけど、元はといえばレイルのせいだからな。落とし前をつけたというか。あ、でもすげえ感謝されてる。まあ無事なら良かったよ。つうわけで、じゃあこっから出られるのかな、終戦記念碑のお金。ここでチョコボにも乗れますかね。よいしょ。桜の関所も新しいモンスターが出るようになったみたいなことが UMA 通信に書かれてましたからね。出てくるのを粘ってみてもいいかもしれんけど、会えるかな。宝があるんでちょっとこれ回収しとこうかな。買い取った宝箱ですから中身はでも大したもんじゃないか。お手紙もあるけど、なんかあるかな。乳牛のお礼ですまあ収穫の平原でね、缶詰もらった。何の缶詰なんやろ。コンビーフとか。感謝状、キー君のこの度の勇敢かつ迅速な行動により多くの人命が救われた。ついさっきの終戦記念碑の丘の話ですかね。金一封やったぜ。100ギル金一封、まあうん、
ありがたいっちゃありがたいけども。木の上の宝とかも回収できそうやけど、魔物が来そうやな。新種の魔物にこれ、会えるかな。ここにいるのは、プリンと、コロコロ虫。ってことはこれ前に出くわした表パターンですね。特に平定しても新しいモンスターが出てこうな感じでもないので、普通にもう片付けて素材だけもらってしまいましょうか。よいしょ、プリンをまずは片付けてしまいたいな。分裂されるとめんどくさいので、舞台の破片とかをぶつける。また、あとは、あ、こっち側のコロコロ虫2匹か。こいつらそんな強くないからすぐ終わって楽ですよね。 2,3 回投げればもう倒せるので、あと少し、残りはもうちょっと消費ストリームに直接放り込んでやりたい。はい、終わり。で、素材は何がもらえるかな。ここはプリズム、まあ、プリンとかが落とすプリズムですよね。木の上の宝ちょっともらってこう。できるだけいろいろお金は集めときたいからね。とと所持金が1万ギルを超えた。あ、レオ、こんなところにレオ、桜の石柱を訪れていたんですね。せっかくね、ちょっと写真撮ってっかい、レオ。なんかまた遊べるようになればいいんだけどな。小さな王様と約束の国ね、なんかの形で復活してほしい。ヤギ宇宙よ、またあの牛ども暴れてんの。たびたびレイルがまあおとなしくさせているっていうのに。ここをまっすぐ行けばオートに戻りますね。オートでできることってなんか他にあったかな。まあ、せっかく書いてきたんで、ちょっとなんか遊びつつ新しい勲章を取れるかどうか歩き回ってみましょうか。とりあえずシャトルに乗ってみたわけなんですけど、そうな、まあ、まずはちょっとスピードを上げまして、まだ行ったことのない飛空艇ドックに行ってみましょうか。飛空艇ドック、まだ覗いたことはありませんでしたしね。まあ、そこでもちょっと遊べそうだし、あよくばね、宝とかももらえそうなので、ちょっとだけ見学していきましょうかね。お手紙、よく届きますね。キノコ狩りシーズン、またキノコ狩りやればいいのかな。まあ、結構お金もらえましたからね、キノコ狩りのお仕事も。たまにモーグリの森に遊びに行って、手伝うのもありかもしれん。で、ここが、飛空艇ドックですね。結構広い場所なんですよね。宝箱とかもいくつか見えますけど、全部は回収できるのかな。炭の方とか奥に宝箱1個あるのが見える。ちびっこが見学に来ているのかな。男の子はこういうの好きでしょうからね。これはヨーヨー、なんで生地にこんなものが。金網を上に飛び越えることができますね。この下にも宝があるか。もらっていっていいのかな。何も言われないから多分大丈夫だろう。デザインダーツとか素材とお金、とりあえずもらえるものをできるだけ拾って回りたいですからね。これはボトルキャップ。あとはそうね、もらえそうなものっていうと、よいしょ、とりあえず高いところに登ってみましたけども、上の方にまあ飛空艇というか戦闘機みたいなものがねぶら下がってますので、これちょっと調べましょうか。シド工房地区行きとかなんかポイントすると出てくるわけなんですけど、捕まってみますか。アクート発進、
ドックから飛び出すこの戦闘機にぶら下がってシード攻防地区まで飛んでいけるんですね。行き先は選べるんやったかな、ランダムなのかもしれませんけど、いや、もともとこのシドさんに会いに来る予定だったんで、ちょうどいいっちゃちょうどいいですね。じゃあちょっとシドさんに挨拶しましょうか。呼ばれてからずっと寄り道ばっかりしてましたからね。